東池袋52は日本の女性アイドルグループである。クレディセゾン及び関係会社の女性社員により社内外へのブランディングの一環として2017年に結成され活動している。サンシャイン60グループ名の東池袋52はクレディセゾンの本社が所在する東京都都島区東池袋のサンシャイン60の52階を由来とする。 ケヤキザカ46現桜坂46以下現在記述省略が2016年11月30日に発売したシングル二人セゾンへの勝手にアンサーソングとして2017年5月19日にファーストシングル私セゾンがリリースされた東池袋52はケヤキザカ46をプロデュースする 秋元康氏との直接的な関係はないものの、秋元本人も了承しているグループである。当初クレディセゾンは、ケヤキザカ46とのタイアップを想定していたが、ケヤキザカ46がすでに、マネーパートナーズの発行する、マネパカード宣伝部に就任していたため、自社グループの女性社員による、東池袋52が誕生した。東池袋とケヤキザカの、 共演は実現せずに、ケヤキザ46が桜坂46に改名したため今後の共演が実現するかは不透明である。東池袋52を生み出した総合プロデューサーは、元、クレディセゾン営業企画部長の相川敏久である。総川氏は、テレビ CM を中心にセゾンカードの全プロモーションを手掛けた経験を持つ。幸せのセゾンの企画担当者は、 東池袋52誕生前から関わっている元、クレディセゾンブランディング戦略部長の愛花は、公平である。CD は、販売は行われず、セゾンカード UC カードのポイントサービスである、永久不滅ポイントとの交換でのみ入手可能である。ミュージックビデオは、クレディセゾンの公式 YouTube チャンネルである、永久不滅チャンネルにおいて視聴できる。また、各曲は、 アマゾンエコーのアレクサスキル東池袋52で聴くことができるほか音楽ストリーミングサービスでも聴くことができるオールシーズンズベスト人生楽しい人の価値はすでに交換受付を終了しているコラボレーション等メンバーの卒業について運営や本人からの発表がないため公式サイトのメンバー一覧から名前と写真が突如として消えて卒業したことが 明らかになる形式になっている。卒業後にハニーズのチアを1年間務めた藤本カンナを除いて、河の場での活動が確認された元メンバーはいないが、元メンバーと一緒に東池袋52のコンサートを観覧したとファンからの情報もある。橋口マリンについては、メンバー表から名前が消える直前の2020年3月13日のインスタライブに、 渡辺ゆりえと共に出演し、終了後の感想で、東池袋52の活動を振り返るいい機会になりました、とコメントしている。YouTube で公開されている、ファーストシングル、私、セゾンと、ホースシングル、雪セゾンのミュージックビデオは、サンシャインシティア池袋駅東口周辺で撮影された。メンバー出演グループの紹介コラボレーション。 楽曲仕様メンバー出演グループの紹介メンバー。出演番組内 CM そのたびでを2017年、2018年、2019年、2020年。ありがとうございます。